と思うよ。かっこいいら。どこから選ぶんですか。その野球とかライトを変えたいとかなんかあったらどこを見たらいいですか。一応あとはもうここで。まあ、メーカーのオプション的にはもうここが全てなので、はい、あともう何か追加するってなるとこういうディーラーのオプション、はい、試乗するの初めてです。ディーラーで。おー。はい。ちょっと緊張しますね。この、はい、あれサイドブレーキってこれですか。サイドブレーキが。違うな、多分。P って書いてある。え、待ってください。この辺になります。あ、これ。これ違うですね。あ、これか。これそうですね。はい。あ、なるほど。あ、なるほどね。はい。行きます。うわー、でかいからちょっと慎重に行きますね。はい。意外とあの、はい、フォレスターはガラスがでかいんで、そうですね。見やすいですね。めちゃくちゃ。はい、めっちゃ見やすいな。出口左折で。はい、ありました。これはそのターボでしたっけ。これがターボです、ね。ターボですね。はい。まあターボの方がいいよな。電気がそう変わらん。これナビは。見積もりしてくださってるタイヤですね、はい、ハンドルのこのカバーとか色とかは違うと思いますけど、だいたいこの作りは同じですよね。だいたいの作りはほぼ一緒ですよね。昔は違うそうです。シートがあったかい。あ、シートのあのヒーターがついてるんですね、きっとね。そうですね、ヒーターがついてます。後ろもついてるんですか。前だけ。後ろも左右ついてます。あ、やっぱそうなんだ。あ、確かになんか軽い感じします。かあの車の大きさの割には。いや、やっぱりターボなんで力強さが ありますね。あ、これありますね。それ一回押してもらうと、はい、今ブレーキ離しても、え、止まってるんですか。止まります。あ、本当だ。で、アクセル、あ、なるほど。発進するときはもう一回アクセル入れてもらったら、なるほど。発します。どういう、あ、ニュートラルでもないな、なんだろうね。ちょっと変わってますね、これね。こうね、こう長距離運転に、うん、はいはいはい、ブレーキちょっと疲れますね。あ、すごい便利な機能。これは初めてです、この便利と便利機能は。え、これ後ろ、うん、バックモニターっていうか、これがこれなんですか。このなんていうんですか、デジタルな、デジタルなやつってことですね、はい、え、ドラレコ。いや、違う違う、これ普通にあの鏡の代わりじゃん。レバーでこう下に切り替えてもらうと、はい、通常のクラムに切り替える。あ、ここですか。あ、そうです。それを向こう側にポチッとこう引いてもらうと。おお。え、あ、なってる、はい、なるんですか、これ。ちょっとね、あ、なってるわ、はい。あ、なってるわ。なるほど。え、走り出してる。ああ、いやいや、もうこれが鏡ちょっと映ってるね。ちょっと見にくいけど。うん、ああ、本当だ。でもなんか調整できるんかな。あ、それもそのままこう動かしてもらったら。あ、そうですよね。はい。はい。でも思ってたより走りやすいです。なんか。かはい。結構ね、はい、大きすぎるっていう意見をいただくんですけど、乗ってみると意外と大丈夫。後ろも広いですね、結構。後ろも全然広い。広いですね、足元も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですよね。はい、その辺はもう変えられないんだもんな、しょうがないよね。開けてもいいですか。もちろんです。これだから。
広っ、ここって何入れるんですか。これは、まあ、ここは、まあ、例えばね、器具とかちょっと工具みたいなあれば入れる。あ、そっちか。はい。キラキラが入ってる。ちょっとキラキラが入ってるのかな、うん、なんか。キラキラしてますね。そうですね。あ、白でした。残念。ありがとうございます。はい、お待たせしてる。何これ？あ、お疲れ様です。足置きとか。あ、ありがとうございます。